や今せがれを連れてきてやるからな。チビはなお前のことについては完全黙秘。とにかく親の名前も住所もどんな職業でどんな顔してるかどう騙しても脅しても透かしても絶対に口を割らなかったんだよ。あんな目に遭いながらかばうなんてやっぱり親子なんだよな。おいおい、よく罰が当たらなかったもんだな。なんて言って謝るんだ。え、謝りきれないだろ。さあ坊や、見てごらん。あの人知ってるよな。誰だか言ってごらん。さあ言いなさい。坊やのお父さんだろ。どうしたんだい坊や。もういいんだよ、本当のことを言ってもみんな分かったんだからな。坊やのお父さんだな。違うよ、母ちゃんじゃないよ。坊や、何を言うんだ。え、どうしたんだよ坊や。知らないよ、父ちゃんじゃないよ。神戸君、神戸君、神戸君。